この前さ、割り箸で飯食ってたらさ、割り箸の破片みたいな、ささくれみたいなのでさ、手をさ、ピッて切っちゃったんだよ。で、まあそんな血とか出るわけでもないすごい軽傷だったんだけど、その3日後ぐらいに、ふとね、その傷口見たらさ、手にさ、刺さってたね、破片が。俺3日間ぐらい、破片と共に生活してたね。ロマンティックだね。で、こういうのでさ、ちょっとね、昔のことをね、昔話をちょっと思い出したんだけどさ、小学生の頃かな、竹やぶで遊んでて、竹やぶでね、俺こけちゃったんだよ。で、いや、これ入って、オッケーナイス。で、竹やぶでこけちゃって、で、その時は、まあ、ね、結構血が出て、見えなかったんだけど、傷口とかね。で、後日なんかかさぶたとかできて、ちょっと傷口が治り始めた頃に、学校で体育座りした時にさ、太さ4ミリ、長さ3センチぐらいの竹の破片がさ、膝からニュって、こんにちはしたんだよ。マジでビビったね。マルチプレイヤー VS ビカム、なんちゃらかんちゃらって書いてあったね。これドッスンの P スイッチはマジダメなんだ。おお、それはうまいわ。あ、そういう感じでやっていくの。なるほどね。ぽい。よし、やべえ、俺も入っちゃった。やべえ、やべえ、やべえ。一人だけ送り込むつもりがさ、俺まで行っちゃったよ。マジか。ちょ、頭貸して、ナイス。いいね。俺マリオだから、ちなみに。みんな、ちゃんと見といてね、俺のことを。しっかりと。俺行くからもう、オッケー。いいぞ。ただ俺、この浮き輪ブロック、めっちゃ苦手なんですよ。あと音符ブロックもね、超苦手なんで、そこでちょっと、間違えなければいいんだけどね。オッケー。これ追いつかれる要因だな。よくねえな、このギミック。オッケー。これはいいぞ、これは。早く上に行こうぜ。あいつらが来る前にな。オッケー。こりゃでけえよ。待って。待ってよ、これは。これ待って。落ち着いていこう、落ち着いてね。オッケー、今危なかったね、ちょっとね、焦りすぎ。焦りすぎたら死ぬから。これ、作詞すぎないか。て、あの、プレイヤーを送り込んで、下でごちゃごちゃさせるっていう。ワイワイ。パリピ戦法って名付けようぜ、これは。もう、これパリピ戦法でしょう。ワイワイパリピ戦法、届け、俺の思い。よし、いいぞ。オッケー、いいぞ。これ、あれか、ツバメ返しか。いいね。しっかりと、ツバメ返し決めていく。歴代鳥ポケモンの中でね、オオスバメ結構好きなんだよね。ザ・スカイ・ザ・リミットだって。あ、でもなんか砂漠やんけ、普通に。砂漠ってより荒野だね。普通に空じゃないんだが。登っていくんかな、これじゃあ。よく死んだな、そこでお前。いや、待って。で、これ入るの超むずくない？こういうところ。壁に隣接しといてほしいな。お前ら、イチャイチャすんな、お前ら、マジで。いや、これファイヤー取った瞬間に俺の価値が、もう確定したようなもんだからな、マジで。なんで？なんでそんなことする？待て。いや、あそこ怪しいなとか思ったけど、全然違うやんけ。あー、交互に行く感じか。なるほどね。やばい、めっちゃむずい。あー、やばい、俺これ苦手かもしれん。やばい、めちゃくちゃ苦手だわ。これ無理だわ、マジで。青木の子死んでくれ。頼む、マジで、本当に。もう、いや、待って。落ち着いて。冷静にね。冷静に行こう、冷静に。まだ行けてねえから、あいつら。は？こっちじゃなかったのか。なるほどね。そっちが正解か。いや、入って。オッケー、いいぞ。これだいぶ追いつけたんじゃないの？ねえ、そんな感じあるよね。これ次、上だろ、上。はぁ。いや、こっからが本番や。早いわ。スピードランバトルだって。これ結構新感覚よね。スピードランバトルはないよね。バトルになんかスピードランのコースが出てさ、うわ、めんどくさいみたいなことは多々あったけど、これはないよね、全然。さあ、早く押すがいい、P スイッチをな。行くぜ。さあ、俺、青キノコね。どこに出る？一番下か。ナイス。嘘でしょ？ここに引っかかっちゃったらもうダメやん。もうダメ。はい。はい。いいね、いいね。はい、上乗って、はい。上乗って、はい。はい、上乗って、はい。下行って、乗って、上行って、はい。いや、待って。飛んじゃダメ。落ち着いて。せっかち走路、マジで。やめて、そういうの。ここも、おお、早い。めちゃ早いと思わんかった。マジか。これちょっと出遅れてんだよなー。いや、3番手かー。こっからまだ長いことちょっと願っとくわ。もうゴールとかじゃないだろうな。お、いいね。めちゃ作り込まれてる。やばい。くっそ、めちゃ作り込まれてる。はい。ジャンプ、はい。待て、ジャンプして、壁キック、ジャンプして、はい。なるほど。これめちゃむずい。はい。はい。あ、うまい。ピッ。待て、落ち着け。いや、このピッピッピの時間がマジで。ピッ。ポチ、マジか。いや、待って、ピッ、ポチ、オッケー。これ俺とルイージの一騎打ち。壁キック、上行け、いけるんだよな、こうやって。バタなくても、いけるんだよ。あ、やばい。追いつかれる、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 追いつかれる。いや、待って、はい、登って、ナイス、ナイス、勝ったる。
いや待ってこれ難しい。オッケー。いいね。いやもうこれも勝ったんちゃう、さすがにゴールやろ。いやー祝ってくれてるね。いやいいよ、最後の挽回がめちゃくちゃ楽しかった。さあ頑張っていこうぜ。なんだこのステージ。いやなんか謎がありそうやけどな。上か下かどっちか、どっちこれ。上行きたい、やっぱり上。グピッ。おいざけんなよマジで。でもなんかまあ謎はあった、確かに謎はあったね正直。うーわそれタヌキ欲しかったんだけど、まあまあまあいいや。でどうすんだ、多分こっちやろ。オッケー、はいはい、頭踏まれそうこれ。うわあ、でもなんかいける。なんかでもいけんぞそれ。あー待って、そんなとこにある、普通。待ってふざけんなマジで。そんな避けれんからマジで、まあ、とりあえずこれ待って、上に行くのガチ、そんな仕様なのこれ。え、すごないこれ逆に。やば、そんな感じなんか。いやまあでも余裕よ、種が分かったからな。もう見通しや、バチコリ。はいはいはい、もう開ける要素ないでしょ正直。これ飛んで、飛んでりゃいいだけだからねマジで。はいはいはい、あー、あぶねー、今なんか見えたよね。あぶない、今マリオ下走ったからよかったけど、俺負けてたぞワンちゃん。22位だって、どういうこと。ってかさ、俺タイマン勝負じゃねえかよ。もう嫌や俺タイマン勝負。と1取って、イエーイ、キャラのギュイーンヒュン、そういうことよ。バイバーイ。待ってこれさ、これ入っていいんだな、ここに。はい、バチコリ入っていく。キャラのお前はもう来ることはできない、俺は知ってるぞ。いやこれ来られちゃうかな、どうだ。うぃーうぃー。楽しいねマリオ。兄さん兄さん、やっぱ一緒に兄弟で一緒に遊ぶのってやっぱり楽しいよね。なんかそういうとこやっぱあるよね、楽しい。俺はたまらんなマリオ。僕は君に出会えてよかった。モグラがいいのか。でほうほうほう、なるほど、これ掴めれるよね。で乗っておいて、これにも乗っておいて、次はこれか。はいはい、からの、はい。で上、これって上いける、これいけねえんだ。でからの、待って、これこれ入っちゃダメなやつ。あこれ入っちゃダメ、これ入っちゃダメ、入っちゃダメ、入っちゃダメ、帰んないと、帰んないと、これダメなやつ。うわ辛すぎ、ちょくれそれ、おくれよそれ。きた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 、これ乗った方がいいかな、乗らんくていいよねこれね。そうだよね、ジャンプして、ジャンプして、でここで、いやこれむず、あぶねえマジで。はい入って、オッケー。でここでね、先に行くことによって時間をね、あの、おいなんだそれお前は、あいつ上から行ってんのか、ちょっと許せねえマジで。俺も多分飛んで、うわマジか、それダメ、うわそれやったわ俺、終わったんじゃないこれ。ただまだ飛べばワンチャンある、飛べばワンチャンある、よっしー。おーお前ずるいそれ、お前お前ずるいぞそれは。嘘だろお前、それはずるいわー。おいコニスケくるくる回れだって、これか、くるくる回れって対空しろってことだね、きっとね。3、2、1、5、お前はもうどけ本当に。はいはい、あこれ結構時間切りじゃないこれね、ギリギリ飛ばなきゃいけないけど、ラグくて飛べねえ。おーいマジでお前らぶち殺すぞお前、ま、お前らマジで本当にそんな邪魔ばっかしてた。あのルイージは怪しくない、なんかあいつもあの嫌がらせに徹してんじゃん本当に。やばいやばい、オッケー、完璧完璧。いやそんなギリギリとやる気なさすぎやろお前ら。赤い粗大ゴミ降っていったね。ピーチガーデンズだって、しかも今回3人パーティーか、3人パーティーではないけど、パーティーではないけどな、3人プレイか。どうしたルイージ脱落、おいあのどうしようもねえ弟だよお前は、全くくっそあオッケー、でも死んでる死んでる死んでる、いいよいいよいいよ。いやそこでアイテム取って、いやアイテム取る選択肢はもうなさそうだな、ルイージ死んでるし。でマリオが多分ねあれなんで、アイテム取る選択肢取ってくると思うから、俺はアイテム取らずに、取らない選択肢で勝ったやろこれ。もうこんなもん勝った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 、わ悪いなお前ら、正直勝ってしまったぜ。負ける気がしねえよマジで本当に。えいゴールドー。